どうも、もったいない代表の吉原です。本日の動画では梱包機についてご説明したいと思います。梱包機といいますと、多種多様な、いろいろな種類がございます。食品会社であったり、製造会社、いろいろな会社で、利用されることが多いと思います。基本的に、工場などで、利用される方が多いと思うのですが、もったいないの方では、多種多様な梱包機の方を、買い取りも行っております。特殊なものでも構いません。ぜひ不要になった梱包機、少しだけちょっと潰れた、梱包機などあれば、当社へお任せください。高価買い取りをいたします。また店内の方でも、いろいろな機械の方も販売していきたいと思っております。ぜひご興味があれば当社ホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。